女が歩く跡を追うようにしてついていく男性の姿。これは先月25日深夜、江別市内の防犯カメラの映像で、男性は千歳市の大学生、長谷智也さんです。前を歩く女は長谷さんの交際相手で、障害致死の疑いで逮捕された八木原天容疑者。この映像の直前、交際関係をめぐり相談のため、八木原容疑者の自宅で会っていた2人。 防犯カメラの映像は事件現場とは別の公園へ向かう様子と見られていますその公園で2人は残る5人の容疑者と合流全員で現場となった公園へ移動し長谷さんは集団で激しい暴行を受け死亡しました一方で八木原容疑者らは長谷さんから奪ったクレジットカードを使って付近で買い物をしていたと見られていますさらに八木原容疑者を除く5人は翌日の未明に車で札幌へ移動 長谷さんのキャッシュカードを使い、ATM で現金十数万円を引き出していたということです。恋愛のもつれが発端とみられた中で、金が絡む出来事が次々と判明、警察が事件の背景を調べています。